イエーガー氏が幽閉され、義勇兵が一斉に拘束されたとの噂がありますが。なあ、ハンズさん、説明してくれ。志願しなくから全住民強制退去命令だって。区の再建にリーブス商会を斡旋したのは兵団だろ。憲兵に当たってくれ。ハンジさん、イエーガー氏がもたらした勝利により我々の未来は開かれた。そうであれば兵団とイエーガー氏との関係は我々エルディア国民の問題です。ハンジさん、あなたは情報は納税者に委ねられるとおっしゃっていましたが。辛い立場なのはわかるよ、ハンジさん。だから目を見ていってくれ。信じていいって。君が正しいのかもしれないね。形はどうであれ。